じゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。来ました、今日も。ねえ。一応3年生を振り返るですが。まあまあ、注目カードを振り返るというね。いうふうにね。いうふうに変えました。もう3年生ないです。まあ3年生ないね。うん。で、いよいよ来た最終章ということで。もう本当に最終章です。ね。日曜ごとに、はい。こう、どうなるのっていうことが変わっていきますが。ね、はい、そうだね。はい。看板屋ちーちゃん、はい、ね、よろしくということなんだけども、うん、新庄監督が、ね、うん、よろしくということで、そうよ、すごく新庄監督を見ててくれるのかなと思ってね、本当に、嬉しいよね。ちーちゃんは相当喜びましたよ。本当ね、ちーちゃん元気ですかとか言われちゃった。本当よ、認識していただけてるだけでも本当ありがとうございます。本当だ ね、 ね。で、 CS どうなるということで、本当よ。さあ、はい、カードを3つに絞りました。今回は9月25、26に行われた試合の中で、はい、もう外せない注目カードということで厳選しましたのがこの3カード。はい、はい、そうですね。ちょっと他も取り上げたかったりいろいろあったんですけど、はい、ちょっともうここに今集中しましょうということで、まあ、ね、まあ、パ・リーグの方はソフトバンクが優勝を決めちゃったんで、はいはい、だからちょっと薄めにはなります、うん、で、まあ、とにかくクライマックスシリーズのどこが出るのかっていうね、うん、こう争いもあるけども、うん、まあ、セ・リーグの方は優勝争いしてるんで、うん、まあ、ちょっとそこら辺にちょっと注目をしました。はい、ね、もうこれね、はい、さっきもちょっと触れましたけど CS に出るっていうチームを、うん、セ・パともにまだちょっと争ってたり争ってなかったりっていうか ね、まあ、ね、そこら辺もちょっと気になるところなので、はいはいはい、ということで、まず DeNA と巨人、はい、広島とヤクルト、セリーグはこの2カード、はいはい、日本ハムと楽天というこの3カードでございますが、はいはい、まず DeNA と巨人は1勝1敗、はいはい、広島とヤクルトはヤクルトが2勝、はいはい、日本ハムと楽天は1勝1敗ということになりました、はい、まあ、DeNA はね、少しの望みがある優勝に、はい、まあ、1敗したらダメなんだけども、うん、ということは1敗してるから、まあ、今日ダメになったんだけどもね、リーグ優勝はね、はい、うん、まあ、どういう試合になったかというと、はい、まあ、1戦目がジャクソン、うん、で2戦目がケイ、はい、で巨人の方は戸郷、山崎伊織ということでね、うん、山崎伊織はなんか12日相手の登板だったかな。これは何かあったんですかね。まあまあ下に落として一回ちょっと状態が悪かったんで、うん、まあ調整、再調整ということで上がってきて今日登板だったんだけども、はい、まず1戦目から、うん、ジャクソン統合1対0、これね、あで DeNA ですね、 DeNA、はい、ね、うん、まあ、ちょっと振り返っていくと、はい、2回オースティンが3ベース、うん、これ浅野がちょっとこけるんだよね。すっごい天候悪かったんですよね、まあ、まあ雨でね、うん、まあ、ちょっと足が滑ったということで、はい、その後2つのフォアボールが絡んで、うん、ノーアウト満塁になっちゃう、はい、もう絶対絶命になるんだけども、うん、戸柱が 4-2-3 のダブルプレーということで、まあ、それで点にならない、おいおいおいと、うん、やっぱ統合からそんなにチャンスはないぞっていうふうに思ってたのが、うん、まあ、3回、うん、梶原ヒット、はい、盗塁、ね、牧、うん、ライトへの深いフライ、はい、それを見てタッチアップしてワンアウトサードを作るんだよね、うん、で佐野が内野はゴロ、うん、セカンドゴロ、セカンドゴロで、うん、まあ、先取点を取るんだけども、はい、この時の守備体系が、うん、三塁ショートはサードショートはちょっと前目だったんだよね、バックホームに備えて、はい、うん、でやっぱり強烈に引っ張って、チャンスを広げられるっていうことを避けてセカンドが後ろ、うん、まあファーストが若干前というような、まあ佐野の技術かな、あれはな、ゴロでも帰ってこれるように引っ張り行ってたよね、はい、うん、これで内野ゴロで1点を取れたというね、うん、しかしね、この1点で決まるとは思ってなかったんだよ。そうですね、うん、しかもまだ3回の話なんだね。まあそうだね、うん、で7回、はい、まあ、DeNA、うん、ツーアウト1、2塁からオースティンがヒット、もモンテスが高送球で牧をアウトにしてくれるんだよ、はい、でもう本当にゲームというのはこう締まるんだよね、はい、まあ結局1対0でジャイアンツが負けるんだけども、ジャイアンツは3安打しか打ってない、うん、ね、まあ、ジャクソンが素晴らしかったんだけども、うん、ノーアウトからのヒットが3本なんだよね、はい、うん、だから先頭打者を3回出してるということなんだよ。だけど進めることなく、うん、まあ、浅野が1回、これはあのランエンドヒットで、まあ、セカンドに進んだんだけども、はい、丸が、う
で坂本が大城がであのヒットでノーアウトから出てって、うん、まあ坂本にバントっていうのはなかなかねちょっと考えられないんだけども、はい、まあ坂本以降があの打線が落ちていくっていうことでね、まあ坂本にチャンスを広げてもらってっていうことを考えてたんだろうけども、はい、まあ10のチャンスにまあ進めることができなかったという、うん、でジャクソン6回、はい92球、うん2安打6三振1四球一つのデッドボール無失点、はい、やっぱりまっすぐ良かったわ、うんまあ、あれだけやっぱこう力のあるまっすぐをまあ制球が良かったねこの日はね、うん、でコントロールよく投げられるとあのまあなかなか打てないだろうなっていうことは思った。なるほど。で戸郷、はい、やっぱここのとこね結構ずっと無理して頑張ってきてるんだよね、うん、で7回118球9安打4三振3四球1失点という、はい、もう本当にね意地だったと思うよ、うん、点をやらないというね、うん、ただやっぱあの点を失ったあの1点というのはまあ守る体型もいろいろ考えられてたけどもまあ佐野の方佐野のバッティングが一枚上手だったかなという。なるほど、うん、特にね、ま、それもタイムリー打たれたっていう点の入り方でもなかったですし、ね、そうだね。で一応こうね9アンダーで、うん3四球出してての1失点っていうのは、まあ、立派ですよね。逆に、まあ、石膏っちゃ石膏だよね、うん、あの DeNA が、うんまあね、勝ったからよかったけどさ、うんまあ、2回のノーアウト満塁ここをやっぱね 4-2-3 のゲッツー食らうっていうのがさ、うん、まあしょうがないこれはね、まあまあ、結果が全てとは言いつつも、うん、この試合の内容だと DeNA の方がちょっと反省すべき点がもしかしたら多かったかもしれないですね。まあそうだね、まあ、あのジャイアンツの方はね攻撃の面ではねなんかこう何もないっていうかさちょっと手も足も出なかったっていうようなまあそういう状態だし、うん、ここのところバッティングの状態が悪いよね。なるほど。まあ、阪神戦から1点しか取れてないという、ね、今日の試合まででずっとね、うんうん、1-0-1-0-1-0 が続いてるからさ、はい、その中で取った点が1点だけと、うんで3試合で1点、うんまあ、これではねちょっと苦しいなっていうようなね、まあ、感じだったんだけども、はい、今日の試合、うん、ね、12-4どういうことですか、ね、爆発しました。うんと ね, ねなんかみるみる点が入りこれはね爆発させたのは DeNA の責任もあるね、はいうん、初回、うん、丸、うん、ツーベースヒット、はい、ここ今日はオコエを2番に入れたんだよね、うんでお声がやっぱこう見事なバントで丸を送り、はいうんまあ、吉川がタイムリー、はい、これがフラフラっとねあのこれね初回から前進守備取ってんだよね、うんうん、まあやっぱこう巨人は当たってないしやっぱこういうチャンスをものにできなかったらやっぱ流れは変わってくるし、うん、だから読み合いだったと思うんだよね、はい、でも初回だったらまあもう1点やってもいいってもうチャンス広げられる方が嫌だから下がれっていう考え方もあるんだよ、うん、でも DeNA は前に来た、うん、いやこれどっちが正解だっていうのはないんだけども1点もやりたくないやっぱ巨人が打ててないからね、はいはい、やっぱここでチャンスを逃したらまたこうなんていうの流れがドーンと DeNA に流れるかなっていうでも吉川がポトンと落としたんだよあれが後ろにまももう1点いいと言ったらあの打球は取れたかもわからないね、うん、だからまあそこら辺で今日はね DeNA にね隙はなかった。なるほど、うん、で岡本がその後ヒット、はい、長野がフォアボール、うん、でワンアウト満塁になるんだよね、はい、で坂本、うん、でピッチャーゴロうわーこんなチャンスをもらってて月通かよみたいな、うん1-2-3、うん、3の送球が悪いし、はい、オースティンがベースを踏んでないという。なるほど。もうねやっぱ守りって大事だよ、うん、ここで仮に1点で収めたら、うん、巨人はしまったと思うんだよね。そうですよね、うん、だけどチャンスを、ね、生かせなかったということで、で2アウト満塁から岸田が、うん、ツーベースタイムリーで結局3点失うんだよ、うん、DeNA が、うん、だからちょっとしたこう守りのミスからね、まあ、3点を失いその裏、はい、梶原ヒット、うん、牧ヒットやっぱ山崎よりもあんま良くないんだよ、うん、だけどセンターのお声から三塁に素晴らしいボールがいった、はい、これがアウトになったんだよね梶原が、うんうん、
これでやっぱりね流れがね多少止まった、うん、だからお声のこの初回に送ったバント、うん、お声の2回のあ1回の高送球、うん、これはね見事だったね、うん、で結局0点に抑えられたという、はい、で2回2アウト満塁から長野タイムリー、はい、でこれで5対0になるんだよ2回の時にすでにもうね、はいはい、で結局 K はもう長野に打たれて変わるんだよ上茶谷に、はい、で2アウト1・3塁、うん、でバッター坂本、うん、長野スタート1・3塁で、はい、岡本サードランナー、はい、ダブルスチール決められるんだよ、うん、これはねやっぱ隙があったなって思うね、うん、長野が走ってくるわけがないんだよ坂本の時に、うん、それを考えたら絶対何かあるって考えないと。ただそれがもう目の前で起こっているとなかなか判断が難しかったりしますか。いやでも1・3塁の時に1塁ランナー長野、うん、サードランナー岡本、うん、長野が走ったら絶対に挟まれるかダブル出塁を かけられるかだからやっぱピッチャー返しで様子見るとか、うん、そういうことするんだよね、うん、だから完全に盗まれてるのに投げちゃったんだよ、はい、それで岡本もスタートしてダブルスチールを決められる、うん、やっぱねこれはねちょっと DeNA 読みが甘かったなっていうね、うん、ちょっと舐めとったなっていうような感じがするけどもまさかっていう感じだったんでしょうか。いやまさかは起きるんだよこういうね、うん、でまた坂本が隼人があまり状態良くないんで、うん、やっぱそういうことも思い切ってしてみたと思うんだよね、うん、まあ阿部監督のそのサインのタイミングというか見事っちゃ見事なんだけど、うん、まあここら辺にやっぱ DeNA の隙があるなってやっぱ守り方という意味ではねこういう点の取られ方はある意味こうタイムに打たれるよりちょっとダメージありますよね。それとね流れが変わる、うんうん、で2回裏、はい、宮崎ソロホームランを、はい、ねやっぱ宮崎意地あるなと思って見てた、うん、で3回にも巨人は満塁を作るんだよ、うん、点にはならなかったけど、はい、で3回裏ツーアウト1・2塁から宮崎、うんツーアウト1・2塁から桑原、はい、いずれもタイムリー、うん、で伊藤がツーアウト2・3塁からタイムリー、はいはい、で森のところで横川を出してくるんだよね、うん、山崎投手がねここで降板ということ で、ねはい、これはもう巨人にしてみれば予想外ですよね。このいや予想外だしちょっと期待外れだったな。うんで森のところで横川を出す、はいね、で次が上茶谷なんだよ打席の、うんうんね、でここで、三振取られて、はい、6対4、うん、2点差、うん、6対0じゃない、6対1から6対4になったぞと、うん、いやこれまだいけるぞと。いや本当そうですよね。そうでしょ、うん、そしたら上茶谷が、うん、やっぱ打席前で終わったんで、うん、マウンドに上げるんだよね、はい、いや俺交代の方がいいなって。これなぜかというとさ上茶谷の状態ってあんまり良くないんだよ。うんそれと DeNA はこっから2日間空くんだよね、はい、だから総動員で行けばいいのにと思ったの。なるほど。もういいピッチャーで止めていくしかないのにと思ったの、うん、出し惜しみせずどんどん。そうそう、で打順も回ってくるから、はい、そこら辺ちょっとね打順が回ってきてから代打を使って変えようなんていう悠長なことを多分考えてたと思うんだけども、うん4回岡本がソロホームラン、はい、うわこんなところで打つかみたいな嫌な一発打つなと思ったら長野がヒット。これホームラン打たれた時点でもまだ上茶谷投手を いや俺はもう変えていいと思ったよ。うん、うん、で長野に打たれた、はい、いやもう変えなきゃダメだと思った、うん、で坂本にホームラン、はい、ツーラン、うん、ここで変えるんだよ。ここじゃないですねまあねここじゃないんだよ、うん、もうねこれじゃもう終わっちゃったから、ね、しかもこの後も岸田選手も、うん、そのまま上茶谷投手が投げて門脇選手の時にやっと変わるっていうことですよね。まあね、いやだからなんていうのやっぱね、うん、岡本のホームランで結構ね野手はショックなんだよ。そうですよね。もうその時にスパッと変えないと、もう打順なんか言ってる場合じゃないよ、うん、だってこの試合負けたら優勝がないんだもん。そうよ、それぐらいこの試合は本当に大事な試合だったっていうことでもね9割5分、うん、優勝がないっつってもファンの気持ちって 1% でも残ってたら応援してくれるからね、うん、
それを信じて。本当そうですよ。だけどそれに応えられるだけのやっぱ起用をしていかないとさ、その少ない可能性を生かすためにもう本当に細かな選手起用であったり作戦っていうかね、そう、あの立てていってほしいなって思うのがやっぱファンですよね、うん、だから打たれて交代は誰でもできるんだよ、うん、だからね、まあこの試合は坂本勇人のツーランホームランでもう決まったよ。その後ダラダラ打たれていくけどもさ、うん、だから、まあうん、やっぱね、守り方とか、ね、相手の作戦の読みとかということをやっぱ考えて2日間空くのになんかこんな試合やるかなと思った。あ、ピッチャーいいのもいるのに。上茶谷投手にとってもすごくこの変えるタイミングがダメージが大きくなってしまいましたよね。まあ、大きいし、やっぱ投げてるボールもね、うん、やっぱ甘いボール多いし、うん、これは打たれるなと思って見てたよ、うん、そしたらやっぱこう分かると思うんだけどな、ちょっとやっぱがっかりした、うん、で立ち上がりから5イニングまでに4回満塁作られるんだよ、うん、だからいかにピッチャーが良くないかということでしょ、うん、そしたらどんどん変えていけばいいのになと思って、でこの一戦でDeNA は優勝がなくなったという。しかもこのね、こう昨日までの流れというのとは全く違うような形になって、まあそうだね、しまいましたね、この点差は。ちょっとね、ちょっと俺は今日はね、まあ怒りとがっかり感がすごく大きかったな、うん、もっともがいてほしいなと思ったんだけどさ、うん、でこれ勝ったことによってジャイアンツがマジックが3、うん、ね、残り4試合、4試合でマジック3ってあんまりないかな。やっぱ数字上はさ、阪神よりは巨人の方が全然、まあ、有利っていうような数字が出てるんだけども、はい、残り試合4に対してマジックが3って言ったらやっぱきつい感じがするよね、うん、これは阪神の勝敗によっても、まあまあそうもちろん動きはあるとしても、うん、だから阪神が負けたらね、うん、もう巨人がどんどんなくなるっていうことだよね。そうですね、はい、逆を言うと阪神が勝ち続けると巨人はもう4試合のうち3試合勝たなきゃいけないということなんですよ。でも考え方によっては1試合負けれるっていうことを考えるとさ、うん、まあそういうふうに考えた方がいいかなっていうふうに思うよね、うんうん、まあもう阪神は絶対負けれないということで、はいはい、まあそういう一勝一敗の戦いでした、はい、ね、巨人が、まあ、3試合やって、うん、阪神2つ、うん、DeNA1 つ、うん、やった時点で1点しか取れてない、うん、まあ、確かにいいピッチャーは当てられてる、うん、でも今日18安打打ったんだよね。そうですね、うん、18安打の12得点そうそう、はい、まあ、これでこう触れてくるといいね、うん、まあ、岡本もホームラン打った、はい、ね、坂本も打った、はい、やっぱり長打が出るとやっぱジャイアンツ強いなっていうふうに思いましたね。ジャイアンツはこのままね、明日も試合があるのでね。そうなんだよ、うんうん、ね、そういう意味ではね、はい、はい、ね、はい、続いて広島対ヤクルト、はい、ね、広島は栗、うん、床田、ヤクルトは高橋奎二、吉村ということで、はい、3対1ヤクルト、うん、うん、まあこれはね、まあ6回、はい、広島の攻撃、うん、秋山ヒット、矢野の間でエンドラン成功するんだよね、うん、でノーアウト1、3塁になる、はい、で続く3番野間、うん、レフトフライ、小園デッドボール、満塁、はい、ワンアウト満塁、はい、坂倉、ショートフライ、はい、末金三振ということで、この試合10安打で1点しか取れてない。それもね、本当に厳しいですね。うん、厳しいんだよ。でね、まあもともと広島っていうのは点をなかなか取れない、はい、まあピッチャーの頑張りでここまで来た、うん、野間に自由に打たすんじゃなくてここでセーフティースクイズでも良かったと思うんだよね、うん、でチャンスをもっと広げていくとか、まあそういう考え、もうノーアウトだから打たすとか、うん、ワンアウトだからスクイズだとか、うん、もうそういうことじゃなくて取れる時に取るというね、うん、まあそういう方が良かったのかなっていうふうには思うよ、うん、もうみんなもがいてる、で坂倉もワンアウト満塁、はい、やっぱ自分が打たなきゃって硬すぎる、もうカチコチプレッシャーと今までのこう負けが込んでくると余計にそういうところが、まあ、そうだね、だから見てて本当に痛々しいんだけどもさ、はい、で最後末金が三振する、うん、ね、ちょっと高いんじゃないかって、うん、いやいや
それはあなたのホームランボールだよって、うん、それをやっぱもう手が出ない、そういうことになってる。ちょっと精神的なものもありますかね。いやーだいぶ来てるなと思ってさ、でこれで5割になった、はい、ねこの貯金がなくなりました。はい、で2試合目、うん、これは初回に村上がツーランホームラン、はい、打てないのに初回からツーランホームラン打たれちゃった、うん、まあ打たれるのはしょうがないよね、村上クラスだと、まあ、まあ打っちゃうよ、うん、だけど5回エラーでピンチが広がり、村上、山田、丸山のタイムリーで6対0になるんだよ、はい、で結局4点は返すんだけどもさ、うん、6点追っかけるっていうのはやっぱきついよ、なかなか点が取れないというところで。そうなんだ。でもねヒットは出てんのよ、13安打、うん、で4点しか取れてないというね。だから6対4、うん、まあ、結局これで借金生活になりました。もうびっくりですよね。あ、広島は14ぐらい貯金があったんじゃないかな。そうですね、首位でいて、うん、それが一気になくなったというね、うん、これは何でしょう、チームのやっぱ全体の状態ということですか。まあ、バランスだな、うん、うん、やっぱバランスも悪ければやっぱみんな焦ってたな、うん、なるほど。最初負けが入ってきた時に、でもう今ではもうみんながなんかこうノイローゼになってるというかさなんかそんな感じがするよね。しかももう多分首位でいた時期もあったりしたからこそ、うん、こうちょっと変な精神状態になってしまったっていうのもありますかね。絶対あるね、うんうん、だからこれこんなんじゃないんだっていうもがきながらずるずる落ちてったというさ。で気がつけば CS 行けるかどうかみたいなところに来てて、うん、そっからまた負けていったという。そうだね。ただクライマックスシリーズは、うん、これだけ負けてるのに、うん、まだチャンスは残されてるんだよね。そうですよね、うん、だからもう本当にまあ首位にいて、うん、ね、あの頑張って主役を張ってきたわけだから。そうですよ、うん、だからまあ最後までね、うん、あのクライマックスシリーズに出れるように、ね、うん、頑張ってほしいと思います。本当にね今 1.5、はい、ゲーム差にあの DeNA と、まあそうだね、なってますけど、はい、まあ、DeNA もね、ね、うかうかしてられないというのはまだ続いてますから、うん、そうそうそう、まあ、はい、なんていうの2日間休んで、うん、DeNA の8連戦かな、うん、なんかが残ってんだよね、うん、だから日程的にも混むし体力的にもきつくなるんでね、うん、まあ、広島にもチャンスがあるかもわからない、ね、頑張って最後までね、はい、はい、という、ね、本当 DeNA は本当8連戦遠征も多いのでね。そうそうそう、はい、ね、はい、まあ何が起こるかわからないということで頑張ってほしいと思います、うん、はい、はい、で最後、うん、日本ハム対楽天、はい、パリーグはこのカードですが、はい、そしたら書いてありますね。そうだね、昨日ね、うん、札幌行って新庄監督といろいろ話をして1試合目のね、はい、はい、1試合目、まあその試合は負けたんだけど、うん、まあ行った時点で一つでクライマックスシリーズを決定させるとということがちょっとなかなかその一つが取れずに、そうそうそう、来てるんですよね。うん、でもう一つ勝てば2位が決まるという、はい、ね、で今日の試合、はい、エース伊藤、うん、あ、向こうはルーキーの小蛇、はい、まあ、2対1で勝つわけだけども、うん、まあ、先制したのは楽天、うん、まあ、楽天もやっぱ強いね。楽天は日本ハムに対して強い、まあなんかそんな印象あるでしょ。ありますね、あ、まあ、うん、現地で聞いたんだけどさ、うん、やっぱ結構打たれるって言うんだよね、日本ハム側がね、うんうん、だからやっぱちょっとそれとエスコンで得意なフランコがいるっていうね、まあ、そういう嫌なピースもあるわけよね向こうには、うん、はい、で2対1、うん、で浅村が初回に先制タイムリーという、はい、まあ、伊藤も2試合連続完封で来てたんだけども、うん、まあ、初回に、失点をしてしまったという、はい、しかし4回レイエスが24号ソロホームラン、まあ、同点ということでね、うん、で6回には清宮が13号ソロ、はい、ね、勝ち越しということで、うん、この1点差を、まあ、伊藤が守り抜くというね、完投しましたね。いやーエースに育ったね本当に今年1年で、うん、このね、伊藤投手の言う自分が一人で投げるって言ってたんですね。そうそうそう、これね、よく覚えてたね実は、はい、で9回、うん、126球9安打8三振、はい、2四球の1失点ということで、うん、で14勝4敗
3試合連続完投勝利、本当にね、そして6年ぶりの A クラス CS 決定です。はい、でマジック1で2位も決まるという、あと1つ勝つと CS 進出決定で、もう1つ勝つと2位が確定するということで、もうで新庄監督が3年でこれを成し遂げたというね、導いたという、すごい。もうでも新庄監督の中でのプラン通りという感じなんでしょうか。まあ本当は優勝したいっていうところがあったかもしれないですけど、いやいや、あのまあ優勝もそうなんだけどもさ、日本一ということを頭の中あるね、彼は。でやっぱこうクライマックスシリーズ、まあもちろんエスコンでやりたいと、まあほぼできるでしょうと。だけど僕は筋書きは日本シリーズ行って日本一しか頭の中にはないっていうふうに言ってたね。ちょっとね、もう CS に進出すればその可能性はね、つながる、まあ十分ある、十分ある、うんうん、だからまだ言わないけども秘訣も持ってる。何それ。いやいや、それはね、こう面白い秘訣を持ってる。なるほど。またそれはね、追ってちょっとお話をしたいと思います。うん、なるほど。ね、まあまあそういった意味でも日本ハムまだまだこう楽しみですね。まあまあそうだね。うんうん、で明日27日はジャイアンツは中日とやる。はい、そう。先発投手が出てるはずなんだけども。はい。井上投手と梅津投手。はい、梅津、はい、うん、ね、これはどうなるんでしょうね。まあそれも、うん、今日同様ちょっとお伝えしたいと思います、うん、ね、注目カードということで ね、もう一つが広島と阪神、はい、これもちょっとね、いやもちろんもちろん、あの見逃せない、いやそれも、ね、それももちろん話しますよ。もうどちらも負けられないという、そう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 、もうどっちか負けるともう本当にあの苦しくなっていくというね。逆に広島と阪神の勝敗に関しては、はい、この2チーム以外の巨人 DeNA ももうなんていうの、静かに見てられない試合ですよね。まあそりゃそうだね。あのちなみに阪神と広島は先発ピッチャー誰、うんうん、これは、大瀬良投手と大竹投手ですね。ああねえ、いやいや、ね、もうここはねやっぱエースの意地っていうね、大瀬良、うん、もう絶対無視で完封してやるぐらいのつもりで来るだろうしね、はい、うん、まあ、大竹は絶対負けられないというね、うん、気持ちで行くだろうし、はい、まあ、どこの試合も本当に熱いよ、本当 ね、もうそれまさにいよいよ佳境、そうだね、いよいよ佳境ですね、え、はい、まあね、毎日目が離せない、まあそうだね、パフォーマンスですが、まあ明日もね、こういう形で、うん、ちょっとお知らせするんで、はい、明日はパリーグはね、試合がないので、はい、もうこの2カードをね、はい、お伝えしていきたいと思いますね、はい、ぜひ見てください、はい、ありがとうございました、はい。